めぐみすすむりょう大浦口北海道大学。めぐみすすむりょうとは、北海道大学の寄宿舎の一つであり、日本三大寺治療の一つである。名称は、四諸五教、諸教の大有母より、めぐみみちきち、自虐教、おもんみえい教、すすむにめぐまえばきちにして、逆に従えば経なり、おもんみれ、えいたり、に由来する。めぐみすすむりょうは、 北海道大学の札幌キャンパス校内に位置している。恵み進む寮は、居住棟である A 階棟の6棟が、共用棟に放射状に連結している配置となっている。AE 棟は、各棟5階建てで、それぞれ98部屋、各階に、保色談話室と洗面所が2箇所ずつあり、1階には、風呂が設置されている。階棟も5階建ての全階18部屋、合計90部屋で、 各階に、補食談話室、洗面所とシャワーが2箇所ずつあり、1階に風呂が設置されている。教養棟には、ホールや事務室などがある。なお、食堂は設置されていない。日本人学生と外国人留学生それぞれ、男女別に定員がある。A、E 棟が学部生、会棟が院生と留学生の居住区画となっている。A、棟は自治会員が居住しており、 会旨は、北海道大学当局の管轄である。寄宿舎費は、規定により、月額4300円と定められている。なお、寄宿舎費のほか、高熱水費、自治会費を別途徴収する。2013年現在、自治会費は1100円である。第104回、北大めぐみ進む良妻寄宿舎との石踏み。めぐみ進むの由来が刻まれている寄宿舎初代。 めぐみ進すむりょ時代1876年に、北大の前身となる札幌農学校が開校、同じ年に、現在の札幌市と境内あたりに寄宿舎ができる。その後、1903年7月の札幌農、学校キャンパス移転に伴い、同年11月に寄宿舎が新築され、1905年4月に開け舎式が実施された。 1907年1月に寄宿舎内で両名、両家の募集をすることが決まった際、札幌の学校予科官分担当の荒井敦志次郎、助教授から官席に基づいて、直教、ありつね、友林、めぐみ進むの4案を提示され、寄宿舎の選考委員会によって両名を、めぐみ進む寮に決定した。寮自地については、1899年の第一期委員会の発足とともに、 本格的に歩み出した。それまで大学から与えられた自治としての面が強かった自治制度がこの領独自の方向へ進んでいく。具体的には領独自の自炊制度を確立、消費組合を結成して購買部の自営を行っていた。領自治の前世紀と言われるほどこの頃の領自治は充実していた。領内の雰囲気は晩から気質にあふれ、 現実連や寮生たちが夜町をどなり歩いていたこともありやりたい放題、やっていた。二代目、めぐみすすむ寮北海道開拓の村に移築復元された二代目、寮生。1940年には、寮運営のシステムが、寮生の選挙による執行委員改正から、大学の任命による幹事改正に変更された。さらに、物資不足などの影響もあり、実地の象徴であった。 自炊制度、購買組合までも廃止されてしまった。両時地は一時崩壊を迎えていく局面を迎える。両はいわば戦争のための修練の場となり、朝礼や体操などの実行が強化され、両生は空腹と束縛に苦しめられた。だが、こんな時代の中でも、両生たちはいくら外面的に規定しても、内面的に我々の生活を規定できるものではない。 という気持ちを持ち続けていた。その後終戦を迎え1946年には、新委員会が発足し、両自治は再建され始めた。しかし、この頃の自治会会が対処しなければならなかったのは、対大学等局的な問題ではなく、深刻な食糧難だった。執行委員は、弁学を犠牲にして、両生の食糧確保に努め、無断で、 北大の農場に入り芋などを盗んでいた。そんな辛い時代の中でも上級生は下級生よりも余計に食わない。もし食ったものがいたら軽蔑されたという礼儀は続けていた。その後の安保闘争、学生運動の時代を経て1970年頃になると寮の老朽化が深刻になり建て替え問題が本格的になった。当時の寮生たちは 四人部屋での共同生活を通して両生間の幅広い交流を行い、濃密な人間関係を形成していた。しかし学生運動の影響もあり、文部省は学生の共同生活は社会の危険因子を生むと考え、完全個室で食堂のない量でないと新しく建ててはならないと決めてしまった。そして大学側もそれに従って新しい量を建てる意向であった。 寮生は反対するが新たな寮の建設は決定した。使命を終えた旧建物はその一部が北海道開拓の村に築復元され旧札幌の学校寄宿舎として保存されている。三代目めぐみ進む寮1983年に現在の三代目めぐみ進む寮が建てられた。大学の管理教科の中でも 寮生は自分たちの望む生活を得るため創意工夫し、大学当局側と対立していった。まず昔から続いていた共同生活を続けるために部屋サークル制を採用して、寮生同士が活発に交流を持てるように複数形態で暮らすことを考案した。当初は完全個室制を主張していた大学側に反対されたが、寮生は共同生活の重要性を主張し続け、 後には複数形態平野が認められることとなる。また、当時は大学の職員が寮の事務室を運営し、寮内の見回りまでしていた。寮生はそれを大学側による寮への一方的な干渉だと考え、事務員を追い出した。そして、寮生の手で管理、運営していくことにした。そして、1994年には男子寮だった恵み進む寮に、 女子も入寮することが決まり、現在では男女混合寮として生活している。近年は寮生の経済状況の悪化に伴う多忙化や寮生活に対する考え方の変化などから、個室希望者や寮の自治に参加しない寮生が増えている。中でも自治に関しては、1フロアべてが自治に不参加だったり、寮長選挙が有効投票数ギリギリで何とか、 成立するなど深刻だという。宮古ぞやよい歌肥、めぐみ進む寮では、現在でも毎年一曲ずつりょが、寮生の手によって作曲されている。特に有名なものに、当うぞ、やよいがあり、寮生のみならず、入学式、卒業式やコンパの場など広く全額で歌われている。北海道札幌市北区北十八条西十三丁目さん。ありがとうございます。